とマカオルさん、久しぶりに不発で終わる。ストピニャン調子良かったのか、自分が行きたがってミトマにパス出さなかった。ストピニャンとミトマなんかあったぞ絶対。何もなくいきなりあんなに無視されるわけない。ノーアイストピニャンと会わなかったな。後半空気だったが悪くないと思うよ。決定機決めたかったが次に期待。あ、すべての試合でうまくいくことはないよ。惜しいシュートもあったし次頑張れ、俺は応援する。ガンガガンガン行くこと自体に問題はないんだけど、それで三笘がポジショニング困ってた感じがあったのは残念。異名ではロタ。まあまあきつかったし仕方ないのかな。演説も決めただけで良くはなかったからな。テレ朝に取材された時点で嫌な予感した。こんな選手も毎試合活躍は不可能だから、期待しすぎ。無難にこなしてたよ。右を使うのは戦術だったろうしな。ゴールキーパーは反省しろ。アノルドみたいな前に出てくサイドバック相手以外は仕掛けられないくさいなこいつ。まあドン引きさせてるだけいる意味はあるっちゃあるが。前半はまだ見れたけど後半は消えてたな。ボールが来た時にそれなりに勝負しないと味方もパスくれなくなる。無難なプレイばかり。最後らへんもボールもらって中央にパス。お前に期待してるのはそれじゃないってみんな思ったろ。三笘の問題じゃなくキーパーのポロリに尽きるわ。右サイドからの攻めは機能してて普通に勝てる試合だったけど。後半にゃんとポジションかぶってて邪魔になってたな。ゴール取り消しで英語が出たんだろうな。調子がいい悪いってよりも、三笘らしいドリブル突破が一回もなかったのが気になったわ。全然仕掛けなかったな。